はい。えっ、ー、と、日本語教育井戸端をご覧の皆さん、こんにちは。えー、これからですね、えー、日本語のビデオコンテストの、えー、投票用紙を Google フォームで作るというのを実際にやってみたいと思います。はい。えー、では、まず最初に Google フォームのところに行くので、Google、あ、フォームズ。こういうふうに検索してみましょう。はい。えー、そうすると、こういう Google フォームズの え、ウェブサイトに行きますね。はい。なので、Google フォームを使うというところをクリックします。はい。そうすると、えっ、ー、と、まあ、僕の場合はもうたくさん作っているので、こういうのが出てきますが、えー、な、初めての人は何もないと思います。で、これをプラス、一番右下の赤いプラスを押すと、新しい、えー、Google フォームの、えー、 うん、Google フォームを作り始めることができます。で、ここでですね。はい。えー、っと、タイトルどうしましょうかね。冒険家の日本語ビデオコンテスト。という名前にしてみましょう。で最初は、えー、最初の質問は、この質問のところを変えますが、えー <laughs> お名前。はい。お名前にしました。で、えー、っと、ここ、ラジオボタンに今なっていますが、名前はラジオボタンではなくて、記述式がいいと思います。はい。記述式。お、おはい。記述式になりました。では、その下に、えー、ビデオを埋め込んでみましょう。ビデオを埋め込む場合は、えー、っと、ちょっとこれで見せると、これですね。ここのところになります。 はい。じゃあ、これを動画を追加を入れてみましょう。これで検索してもいいですけど、えっ、ー、と、URL の方が普通は便利です。では、どういう URL がいいかっていうとですね、ちょっとこちら見てみましょうか。はい。えっ、ー、と、うん、そうですね。じゃあ、現場の救世主エドキャンプにしてみましょうかね。えっ、ー、と、これの、 URL をこうしてコピーします。はい。はい、ちょっと待ってはい、そしてこちらにペーストします。そうするとこのように、えーうん、あの、ビデオが表示され,、ま、されますので、正しければ選択を押すわけですね。はい。えー、これで、ビデオが一つ埋め込まれました。 ビデオ1という名前で入れてみましょうか。ビデオ1。はい。で、次に、えー、点数を入れる、あの、質問を追加します。質問を追加ですね。はい。そうですね。えっ、ー、と、まあ、大体、内容と日本語の正確さのような2つの、えー、 評価項目があると、ここではまあ、まあそういうのはよくある例なので、ここではそのように仮定してみます。はい。えっ、ー、と。内容。で、この場合は、えー、段落ではなくて、均等メモリというのがいいです。いいですね。おお これ1から5で、あの、だいたい、よくあるパターンは1から5ですが、そ、あの、1から10とかそ、そのように決めることもできます。ここでは1から5にしておきますね。はい。そして、えー、こちらのコピーを作成にして、ここを、えー、日本語の正確さ、としておきましょう。 1>, 1番から5番まで、1点から5点までここもあるわけですね。はい。えー、では次にまた2番目のビデオを入れると、入れるとしましょう。また動画を追加はこちらです。はい。では、えー、今度次の、はい、こちらのビデオにしてみましょうね。また、えー、URL をコピーします。そしてこちらに UR URL を ペーストします。そして出てきたら、もう一回選択。はい。えー、っと、先ほどと同じように、これ、えー、入れればいいんですが、ここではもう、あの、めんどくさいのでコピーをしてしまうことにしましょう。はい。これがコピー。はい。で、えー、っと、ズリ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 ときました。まだもっと下ですね。ズリ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 。えー、っと、なんか下に行かないので、じゃあ今度下の上に持ち上げてみましょう。 あの、幅がですね、こちらの方がお、あの、小さい場合は、あの、こちらの方が高さが高いわけですね。その場合は、下まで動かせない場合があります。はい。次は、この日本語の正確さ。こちらも、え、コピーします。そして、下まで持っていきます。ズリズリズリ。あ、やっぱり、あの、こちらの下に行かないので、一番下のものを、じゃあ、上に持っていけばいいですね。 えー、これで、じゃあ、どのように、えー、見えるかを、この、プレビューで見てみましょう。確認してみましょう。はい。このように、冒険家の日本語ビデオコンテストというタイトルがあって、ここに名前を入れて、で、ビデオを見て、じゃあ、一応、再生されるかも確認しますね。えっ、ー、と、音声が今、皆さんに聞こえてるかわかりませんけど、 えっと、僕の耳には、えー、ここのところには音声が入っています。はい。じゃあ、まあ、これで再生は大丈夫ということですね。はい。で、えー、内容3とか、まあ、4とか入れるわけですね。で、えー、2番目の動画も見て、えー、内容点1、日本語の正確さ1とかやって、で、ここで表あの送信を押すというわけです。 これで、えっ、ー、と、送信ができたわけですね。で、あの、先ほどの質問のところで、あ、すみません、あの、この質問の画面からですね、えー、編集の画面に戻るのは右上の鉛筆の、あの、アイコンを押せばいいです。はい。で、えっ、ー、と、あ、実際にこの、あの、えっ、ー、と、Google フォームの質問の えー、URL を皆さんにシェアするには、ここの送信というところを押します。で、まあ、メールアドレスで送るときは、もちろんここに相手のメールアドレスを入れればいいんですが、最近はソーシャルメディアで、えー、シェアしたりすることが非常に多いですね。その場合は、この2番目のタブです。<laughs> このタブを、えー、クリックすると、こういうリンクが出てきます。これだとかなり長いので、URL を短縮を押して、そのまま、えー、コピーを押せばいいと思います。うん で、この今コピーされたこの URL を Facebook とか Twitter とかですね、そういうところでシェアすれば皆さんにこの質問を見ていただくことができます。はい。あと次の回答というのがここにありますが、これはさっき僕が回答したものがここのところに入っているわけですね。 で、えー、平均点や合計点を出すのも非常に簡単にできます。もうすぐにできます。はい。それでは、えっ、ー、と、本日の、あの、この、日本語教育移動パターの皆さん向けのビデオをここで、えー、終了させていただきます。どうもありがとうございました。